皆さんはじめまして。まず注意点。この動画には、進撃の巨人122話の内容が含まれているよ。まだ読んでなくて、ネタバレされたくないって人は、すぐに動画を閉じてね。それじゃあ始めていくよ。まず、巨人には様々な習性があるね。人を食べるとか、夜は活動しないとか、海に近づかないとか、いろいろ、なんてことなく、今まで、そういうもんなんだな、と思っていた性質だけど、これらすべての特徴は、122話で解明したユミルの人生と繋がっていたんだ。特徴を一つ一つ見ていこう。巨人は基本的に暗い場所では活動せず、海に近づかないという習性があるね。これには、すべての巨人の始祖であるユミルが、ハルキゲニアのような生物と接触し、巨人の力を手に入れた時の状況が関係していると思うんだ。あの時のユミルはいきなり深い水の中に落ちて、苦しんでいたし、暗い場所や深い水のある場所に、抵抗が生まれたんじゃないかなと思っているよ。みんな、巨人は化け物だから、という先入観にとらわれて、喋れないのが当然、と思っていると思う。でも巨人の体の構造は人間とほぼ変わりないよね。それならどうして、過去にハンジさんが言っていたように、口の構造が発音に向いてない、と言われるような口をしているのかな。これもまた、理由はユミルにあると考えています。122話の冒頭。ユミルはエルディア部族に村を侵略され、奴隷にされてベロまで切られたよ。話の中でユミルを含む奴隷たちが一度も声を発さなかったのはこのせいだね。ベロがないと、まともな発音なんてできないよね。そういうユミルの背景が、巨人の口の構造にも反映されたんじゃないかな。例えばこことか、かなりシュールですが、完全に言葉理解してますよね。臭いの気にしてたんでしょうね。これはまああれですよね。大体こいつのせいですよね。後ろで見てる人もドン引きですよね。個人的に、巨人が人を食べるのは、これが原因だと思ってるよ。9つの巨人を食べて人間に戻るため、って説が今まで一番有力だったけど、今回の話で一気に予想が変わったよ。そもそも巨人の能力って、本来は継承するようなものじゃないと思うんだ。それを全身食い尽くして強引に継承したことで、カニバリズム的な本能が染みついてしまったんじゃないかな。そう考えると、巨人が脊髄を食べ残したり、人間以外の生物を食べなかったり、そもそも消化器官がなかったりしても、違和感はないよね。王家の血筋に何か特別な能力があったわけではなかったんだね。すべての巨人を作り出しているユミルが、ただ、王家だから、という理由で従っているだけだったんだ。王家自体に特別な能力があるわけではないから、血統主義が嫌な人でも面白いと思えそうだね。そして最終的にユミルはジークの命令を無視したので、もはや王家の血筋には何の価値もなくなったよ。やっと自由になれたね、ユミルちゃん。ユミルの人生を語るにあたって何より真っ先に伝えたいことが一つ。122話の13ページ目だね。ここでユミルは初めて巨人になるよ。13ページ目で初巨人化するだけでも面白いと感じるかもしれないけど、なんと、ユミルが死ぬのも、この13ページ以降なんだ。13年で死ぬというユミルの呪いを、ページ数で密かに表現していたわけだね。また、今回の122話では、過去のシーンと重なるような場面がたくさんありました。子供を見こもるユミルとヒストリア、深い水に沈んでいくユミルとヒストリア、みんなのために死んであげるユミルとユミル、ユミルを道具としか見ていない初代王とジーク、リヴァイがヒストリアに選ばせたようにユミルに選ばせるエレン、そしてヒストリアの手に口づけをしたエレンと、122話最後のユミル。ユミルの方は私が実際のコマを模写したイラストですが、それでも二人の表情がよく似ていることがわかると思います。エレンがあの時、ユミルと同じ表情をしたのは、ユミルの悲惨な記憶を見たことで、ユミルと同じ気持ちになったから、だったのかもしれませんね。同じ記憶を持って、同じ感情を抱いて、この世を終わらせる、という同じ目標に向かって、壁の巨人を解き放った二人。果たしてここから、物語はどうなっていくのか、